か今50ヤードの練習をしているところで、あれなんですけど、チップインされたじゃないですか。はい、あのトーナメントの時、はい、まあ、いわゆるグリーン周り、はい、あの辺の練習ってのはいつやるんですか。コース出たとか、あ、コースとかでラウンドした時に、まあ、練習、プライベートなんで練習で出たりとか、グリーン周りだからやっぱコースとか出ないと練習もできない、まあ、アプローチ場みたいのとかね、はい、じゃないとグリーン乗ってからとかっていうのもあるからって、はい、ちょっと今でも練習場なんでなかなか難しいかもしれないんですけど、僕はね今日あのチップインのやり方をね聞きに来たんですよ。たまたま入ってんじゃないですか。いや、なんかコツをね、教えられないってもう丸ひりされちゃってるんで、はい、そう、でも、なんか結構昔から私なんかまっすぐ肩と同じ感じで、まあ、肩もそれやるんですけど、まっすぐ上げてまっすぐ出すみたいな打ち方をずっとやっていて、なんかそれで他のプロとかもなんかその打ち方するとスピンの利きがなんか当たるっていうか、フェースのボールがずっと乗るようになるので、なんかそれでスピンが効くって聞いて、間違ってないんだって思ってずっとそれで練習してるんですけど。パッターのストローク振り方と同じ近いってこと、まあ、近い感じです。違うクラブ違うから違うんですけど、まっすぐ上げてまっすぐ出すイメージで打ってます。お願いします。めちゃめちゃ盗まれてます。なんかこの棒に合わせて打ってる感じです。なんか開きもせず閉じもせず、あーちょうどいいとこ、ナイス棒ですね。なるほどその棒ボールの奥位置ってなんていうの、なんかあんま意外にあれなんですね。真ん中、真ん中目ですね。特に変えないんだ。そこでも上げたいときは左とか、転がしたいとき右目に置くとか言ってるんですけど、じゃ基本的には真ん中。あ、足の向きも結構さ、目標の方向にこう曲げる人いるじゃないですか。あ、こういう感じで、そうそれやらないですね。なんかそれでどうやって方向を合わせるんだろうと思ってて、いや、そうなんですよ、僕も思ってで練習少ないじゃないですか、僕らアマチュアって。そんなに何パターンも練習ができないんで、だったら同じスタンスでボールの向きも手前に置いちゃうと僕の場合シャンクするんで、あ、でもすごいなんかそれは聞いてよかった。そう、なんかやっぱ上手い人はなんかもう右足前にボールを置いてなんかビシッと行くのかと思ったんだけど、人それぞれですね。そうですね、結構アプローチも人それぞれだと思う。でも一番それがシンプルで、なんか単純にスタンスを狭くしてフェースもあんまり開いたりしないでパターのように打つ、一番シンプルで、これでチップインするならそれが一番いいですよね。いや、間違いないですチップインのコツ。いや、もう本当上手くなるにはそういうのもさ、なんかこういろいろ真似しなきゃいけないのかなと思ったけど簡単なやつがいいですね。でも、あと打ち方とかもそうなんですけど、なんか自分がそのピンまでの補足して、落としたいところまでも補足して、そこに狙いを定めて打ってます。ピンを見るじゃなくて。あー、わかる、わかる、わかる。要はその現場まで行くってことだよね、まずね。
あの落としたいところまで歩いてって、うん、でそっからは転がりはまあなんとなくイメージしといて、なんかここコースじゃないんでちょっとあれなんですけど、いやでも分かる、なんかそうすると頭の中がインプットされるらしいです、距離感が。それってそう、ちょっとね、そんな余裕はないんですけど、アマチュアは。でも、でも本当にでもなんか目標を定めて、そこに自分を落とすって思って打った方が、まあ、そこに行かなかったらしょうがない。なるほど。なんか、そういうの定めた方が。なるほど。まあ、ただ歩いてるだけじゃなくてね、ここに打つと。何しに行ってんの？格好だけ。一緒に飲みみたいな。そっか、そうだよね、確かずっと飲めないもんね。そうか、どうなんですか、お酒飲んで変わるんですか。でもなんかそんなにたくさん飲んだわけじゃなかったんで、あんまり変わらなかったですけど、でもいつも通り可愛かったです。照れるとき面白いって。でも笑い方やばいですね。そうだね、ダブルがいっぱい草が。ちなみに好きな色は何色ですか。紫。紫。ああなるほど。じゃあのコメントのテロップは紫ですね。リュフフフフって。これはハーフショットぐらいですか。70ヤードぐらい。70ヤード。でも40分ぐらい、まあちょっと喋ってましたけど、40分ぐらいを30ヤードと50ヤードに使って、40分ぐらいをそうアプローチで、そう、まあ、僕終わってますね、練習一通り。確かに全然私も30分ぐらいで。小林さんも日没まで練習やるの、いつも。やらないですね。じゃあもうもしかしてさ、もう飽きちゃってる。ちょっとだけ。もうバンバンドライバー行きたい感じでしょ。もうドライバー行っていいですか。全然いいよ。いやそれが普通だと思うんですよね。そうですよね。やばい。いやいやいや、じゃあやばくはないです、やばくはないです。やっぱ本当にこう上手くなりたい人はアプローチでもすごい時間使うんだぞっていうのを今日お伝えできたらなと。今は特に習ってはいないんですか、なんかコーチがいるとか。今はなんか習ってなくて、ショットとか悪くなった時はお父さんが。あ、なるほど。5歳から高校生の時まではずっと一緒の頃だったんですけど、ちょっと今タイミング合わなくて、行ける日がなかなかタイミング合わなくて、お父さんに教わってます。練習お父さんと行ったりする？行く？ラウンドもお父さんと行って。来てたもんね、この間。この間って言っても前だけど。朝来てました。で、降りましたよね。しました。すごいね、お父さんね。お父さんがしました。そうみたいな。6番でした？6番。17番。
お、クラブが変わりましたね。あ、結構変わってました。まだピッチングです。あ、まだでもピッチング100ですか。110、はい、フルショットは120、うんうん、早いですね。早い。同じ量持ってきました。ちょっと少なかったですけど。ちょっと少なかった。いや、あんな丁寧に言って。次は9です。9。全番って打つ感じ。結構いろいろな人がいるんですよね。なんか一番手ずつずらして練習するっていう人もいれば、うん、奇数だけ打つとか、うんうんうん、めちゃめちゃ綺麗ですよね。うん、すごい。なんかさ、後ろから見ててさ、常にさ、ラインが見えるような感じなんだよね。ビュービューって。うん、なんかこう、目でこう追っていけるの、最初から最後まで。ビューって綺麗に。なんかさ、自分とかだとさ、あれどこ行ったみたいな。なんかさ、球どこ行ったって始まるんだけど。スミルだったら安心してグリーン方向を見てれば。そう、目でさ追っかけやすいんだよね、すごい。なんか日没やばそうじゃないですか。もうなんか来れそうな。今紫とんインクか、なんか微妙な色と見せる。あのピンクも好きって感じ。ピンクも好き。紫ピンク。はい。青も好き。なんか全部好きです。そうだね。グリップ青だもんね。はい。なんかグリップは青が一番握ってていいなって思います。色的に。赤とかだと力入っちゃう。ああ、それはでもあるよ。ありますか。赤はあのどっちかというとこうパワー系の色のあれがあるから。はい、全部青です、グリップは。青は多分落ち着くとか。あ、そうです。ちょっと合ってるか分かんないですけど。え、定かじゃないけど言ったんですか。今のめっちゃなんか評論家的な感じですけど。初めてラウンドしたときはどうでした、見て。すごいって感じですか。もうすごいって感じ。やばって感じですよね。もう激ヤバです。ちょっと間違えたって思った感じですか。そうですね、なんかあの先輩なのになんか先輩と回ってるみたいな。ゴルフとしては全然、ね、大先輩ですよ。そうだね、そうだね、立場が逆転しちゃったっすね。本
私が敬語使わないといけないんですよいしょ、すみれさん、ありがとうございますでもめっちゃ頼りになる先輩です。お仕事で、お仕事で、うわー、お話ししてても、もうじゃあ今度やっぱ寿司おごるおごってもらうんじゃないですかやっぱいい子だから出しちゃう